はい、絵手紙ともちゃんです。今日はこのえのきを炊きたいと思います。こんな風にみんなでぎゅーっと集まりたいねそんな思いを込めて書いてみたいと思います。はい、出来上がりました。えのきちゃんたちぎゅうぎゅう詰めでこんな風にぎゅーってまた集まりたいねっていう、このメッセージを書きました。ほんとね、早くねみんなで集まれる時が来ますように。今日もありがとうございました。